佐藤、お前 YouTube に謝罪動画載せるんだって。謝罪動画をな YouTube に載っけて、お前 YouTube 舐めてんじゃねえのか。お前あそこ難しいぞ、頭いるからな簡単にできねえぞ。お前やる自信あんのか。宮迫、あれだけのな、お前あれだけの事件を起こしたんだぞ、忘れちゃいけんだろうな。全部処理終わったのか。それをな全部やらないうちにな、さあ復帰動画だなんだかんだって早いんだよ。そういうことやることが早いんだよ。もっとな足場固めてからやれよ。そうだろう。まだまだな、お前早いよ。復帰が復帰するっていう動画は早すぎるよ。もっとじっくりな時間かけて練りに練ってな、練りに練って練りに練ってな考えるもんだよ。安直になやりすぎる。もっとなここを使え、ここをせっかくあるんだからここ使ってな考えてみろ。お笑い芸人とこれと違うんだからな。 YouTube だぞ、頭がなきゃできないぞ。分かってんのか。気持ちいい。俺様にな、俺様に連絡よこせ、連絡を。連絡よこせ。俺様がな、お前に、YouTube のイロハをな、叩き込んでやるよ。わかったか。叩き込んでやるから、俺に必ず連絡してこいよ、連絡を。俺が、なんとか、お前の、叩き込んでやるから。イロハをな、わかったか。必ずだぞ、ここに連絡来いよ、ここに。ここだぞ。ここに連絡よこせ。ここへな、お前にな、謝罪動画っていうのは、どういうものなのか、どうやって作るのか、よーく、よーく教えてやるから、連絡必ずよこせ。勝手にやるなよ。俺が教えてやるから、平亀様が教えてやるよ。今からな謝罪の仕方をな俺が教えてやるから、よーくよーく見てろよ。いいか。気持ちいい。行くぞ。いいか。まずな体をじっとまっすぐ、手は左手をした、そういう状態だ。こういう状態で相手の目を見て、いいか、相手の目を見て、誠心誠意気持ちを込めてな、気持ちいい。相手の気持ちを見てな、誠心誠意謝罪を申し訳ない気持ちを持ったまんまな、いいか、そのまま持った気持ちいい。持ったまんまな、ぷかぷかと頭を下げる。いいか、頭はな45度以上に下げるぞ。申し訳ございませんでした。この下げ方のスピードもなあんまり速くてもいけないし遅くてもいけない、ゆっくりしたペースで気持ちいい。謝って相手の目を見たまんま謝罪をして、それで相手が分かりましたっていう顔をするまで謝罪するんだ。謝り続けるんだ。それが謝罪だ。本当に気持ちを込めて申し訳ない、悪いことしたということを表面に出すようにしてる。そうしないと意思が通じないから。気持ちいい。気持ちいいぞー。
なしにしてな。うん、以上だ。